西成アイリンホルモンセンター。西成の美味しい中華がこの辺りにあるので行きます。まだ行けます？もう終わり？行ける？遅い時間なので開いてるお店、ここも有名店。駅前にある雲龍さんに行きますよ。それでは中華料理が食べたいと思いますので入ってみたいと思います。ラーメンセットが安い。何ネタは何の？はい。いくら国いくらやのから。いくらおるで。何やね。定食も充実してますよ。680円から。カップルして。もうあれ絶対おもろいから絶対ネタだから。やもうやっちゃって。マジでちゃんとあれとか、はい、はい、はい、え、はい、え、なんで単品で頼むよりセットや定食がお得ですよ。15秒か20秒、うんうん、お願いします。今ちょうどクリスマス出ましたって。え、ほんまっすか？はい、すいません、よかったら。ありがとうございます。よく覚えてます。あ、ありがとうございます。うわー、これもすごいね。ちょっと、これやばすぎるやろ、これ。これね、大きさ、ちょっと、白、白やん、白昼やで、これ。あ、ママ、あとライス別ですいません。いただきます。水盤ラーメンがピリ辛です。ライスも、あ、ごめん、ありがとうございます。すいません、うん、あれ、すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うん、うまっ。このね、から揚げでかすぎるから、これのね、大豆まま入ってないけど、丼ぶりかちみたいな足りないんで、ベッド頼みました。これをちょっとね、合わせたりとか、合体。うん、続いてこのご飯をドッキングします。こうすることによってやな、ちょうどいいサイズになるんですよ。うまい、すごいな。
まい。台湾ラーメンがこのお店の名物です。さっきの唐揚げもです。ボリュームがあって食べ応え抜群です。ピリ辛でラーメンが美味しいですよ。次は絶対頼む若庭鶏から揚げ定食780円。くすぎるやろこれ。やっぱりこれ、めっちゃよ。ちょっとこれいただきたい。おほほほ、また筋トレやこれ。筋トレ、
ごちそうさまでした。もう食べたんか。